中高年の味方、時事要造です。今日はですね、2020年の1月、8日水曜日ということになります。今日のですね、株価を言えばですね、日経平均はですね、また今日も下落、今日もというか昨日は上がりましたけど、今日はちょっと下落というところですね。だからさ、一応ですね、2019年は別としまして、2020年の1月6日のですね、大発会はですね、日経平均が451円の大暴落ということで始まりました。それと一緒にですね、日産自動車もですね、大発会の時はですね、10.6円の下落でした。だから私はですね、私が考えているよりもですね、ちょっと下落は低かったと思います。ちょうどですね、年末年始にかけてですね、日産自動車については特にゴーン被告の逃亡ということでですね、もうニュースのですね、大部分をこのゴーン被告の逃亡ということが扱っております。こういうことで、この影響はですね、どれだけあるか日産自動車は思ってたんですけど、10.6ですから、そこまではないということで、日経平均が下がったぐらいのですね、下落ということになります。そしてその翌日はですね、翌月1月7日はですね、日経平均が2万3570円まで反発して上昇しました。その時日産自動車はですね、10円上がってほぼ元に戻った状態ですね。それと今日が、8日になります。今日はですね、またまだ、今日の最終時間がまだ来てませんからですね、今で、11時24分ぐらいですから、前場がちょっと終わるような時間ですからですね、今日の時代ではですね、日産自動車はですね、8.4円ですね、ちょっと下がっています。ちょっとグラフというか、今、罫線をちょっと出してますけど、ちょっと広げてみたいと思いますね。こういう感じですね。2月6日が下落して、その下落も見ればですね、罫線的には下にですね、ひげが出てますけど、それがですね、出てちょっと半それ以上は下がらないというところの下ひげじゃないかと思います。そして翌日はですね、日経平均が上がりましたから、それにつれて日産も上がりまして、今日もですね、同じように日産も下落しています。そういうところでですね、一応ですね、これで見ていけばですね、単純移動平均のですね、5日をちょっと見ていきたいと思います。5日はまだ、昨日の上がった時点でちょっとかぶってますね。今日もちょっと上髭がかかっています。と今日の、安値はですね、日産の安値は、一番安いところですね。今年はまだ今日で3日目ですからね、一応今年で言えば615.5がですね、一番、3日間のうちの底値ということになってます。それ以上下がるかどうかですね。これからちょっと上がっていけばですね、そこが、その615円と50銭がですね、最安値で、そこから少しずつ上がっていくと私は思ってます。私の個人的な考えではですね。だからこれがそこになって、今年はですね、日産がもう今がですね、今現在が最安値だと思ってますからですね、これから自動車の販売が伸びて、売上が伸びていけばですね、利益ももちろん増えますからね。そういうところで配当金も増えれば、この株価は上がっていくと個人的には思ってます。それと今日がですね、
ゴーン被告のですね、記者会見のようなのが あるということですからね、それによってどれだけ影響するかと思いますけどですね、もうそれにはですねほとんど影響しないと思います。まあ、そういうところでですね、まあ、今日の日産自動車のですね株価ということで投稿させていただきました。まあ、今日はですね簡単でこれで終わりたいと思います。まあ、それと最後にですね、まあ、2020年に入りまして、まあ、新たにですねチャンネル登録もよろしくお願いします。そういうところで終わります。ありがとうございました。失礼します。